こんにちは、カナダ在住のネムタスです。2015年フランス政府からアメリカ政府へ武漢研究所の警告伝達ということで話をしていきたいと思います。はい、今回また前編パンデミック絡みの話いきたいと思います。では最初中国さんの話からいきたいと思うんですが、なんかね、ギャグを言ってんのか真面目に言ってんのかよくわかんないことをやってまして、先日ですね、WHO テドロス事務局長が武漢研究所等の、まあ、再調査、そして、データ提供をせよっていうふうに中国に要請をしたよっていう話を皆さんにお伝えしました。はい。で、まあその話が出た後にですね、中国政府はですね、明確にその再調査の拒否を表明しました。で、その理由としては、いやいやいや、中国以外の国調査すべきだろうというような反論をしたんですね。で、まあ、それとともに、環球時報にですね、こんな絵を載せていまして、新聞にですね、はい、Look China Virus って言って、左側見させてますよね。で、その指さす方向とは逆にですね、Fort Detrick から出ている、なんか、まあ、明らかにウイルスチックな、絵が、その、アメリカ人チックな人の後ろに隠れてますよね。はい、ということで、中国から言わせると、いやいやいや、アメリカのフォートデトリックにある、陸軍の研究所から漏れてたんじゃないかっていう主張をずっとしているわけなんですよね。それを伝えたいんでしょうけど、まあ、残念ながら世界が全く聞いてくれないっていうね、まあ、孤軍奮闘頑張ってくださいっていう話ですが、まあ、そんな感じのことがまずあります。はい。で、あともう一つですね、データの提供っていうことに関しては、これもちょっとギャグで言ってるのかがよくわからないんですが、感染拡大最初期のデータ提供の拒否はしますと。で、なぜならば、プライバシーの問題があるからだって言ってて、もうね、どの口が言ってんだって話ですよね。本当に。プライバシーのプの字もお前ら知らねえだろっていう話なので、ちょっとね、本当に何言ってんだろうかっていうような感じがしました。はい。っていう、ちょっと真剣に言ってるのか、ギャグを言って、ドスベリしてるのかよくわかりませんが、そんな中国さんで、最初お話ししておきたかったと思います。はい。では、続きまして、武漢研究所に関する話ですね。今回、デイリーコーナーの記事を一つ皆さんにご紹介していくんですが、まだね、もちろん結論っていうのは出ないですし、今回の記事一つ持って結論出ますっていう話ではありません。ただ、その研究所から流出した可能性あるよねというのを、まずさらに深めて、行くっていうような、そういう一つのピースがまた出てきたかなというような話をしていきたいと思います。はい。で、まあ、そもそもの話なんですが、武漢研究所って、まあ、武漢に研究所2カ所あるんですよね。で、そのうちの1個は P4 ラボを抱えていて、で、アメリカの国務省からその P4 ラボを抱えている方が怪しいだろうというふうに言われています。で、その P4 ラボ抱えている研究所っていうのは、もともとはフランスと中国の共同事業で開発されているんですね。2003年でしたっけ ?SARS がエピデミックを起こして、で、まあ、それを教訓に2004年に、まあ、共同研究して、次のこういうものに備えましょうというようなことで、中国とフランスが合意をして、研究施設を作るっていうことになりました。で、一応ここ合意っていう風に書いたんですが、これあくまでも国と国同士が合意しただけであって、じゃあその国の中はみんな賛成だったかって言ったら決してそんなことなくて、フランス議会であるとか、あとはそういう細菌関連であるとか、軍事関連の専門家っていうのは、生物兵器に転用される危険性があると。いうことを警告していたんですね。で、さらに P4 ラボを建設するということは、自分たちが持っている P4 ラボを作るための、そういう技術を中国側に明け渡すことになると。で、これは、その、いわゆる同盟国でもないような国に、そういうのを提供するっていうのは、いかがなものかというような、警告があったわけなんですが、今になってね、もう、腹水盆に帰らずみたいな感じですが、もうどうにもなりませんが、今考えてみると、ちょっとまずかったことをしてしまったかもねっていう話ですよね。はい。ただまあそういう反対を押し切ってですね、フランスの大統領であるとか首相がですね、この時かなり推し進めました。はい。で、一応ね、これまだ確認取られてないんですが、医療機器会社であるとか製薬会社もどうやら後ろでかなりプッシュしていただろうというふうに言われていて、まあそれなんかかなり今回の話につながってくるような気がしなくもないんですけど、皆さんいかがお過ごしでしょうか。はい。で、この研究所なんですけれども、2015年1月に完成をしました。はい。で、で、パチパチパチで終わるかと思えばそんなことなくて、ここからフランスの中でもまあ多少多分後悔があったのかなっていうような感じがするんですが、ちょっといろいろとね、トラブルと言いますか、そういうのが起き始めるんですね。まず今回の話なんですが、デイリーコーラーに語ったのは、トラサン政権下の国務省調査チームの一人のデイビッドさんっていう方です。今はハドソンインスティチュートに所属していて、ポンピオさんと同じところに、所属している方なんですが、この方が、その自分が調査をしていく中で、こういうことを知りましたと。いうようなことをですね、
デイリーコーラーに伝えているということですね。はい。で、2015年研究施設完成した後にですね、フランス政府が実はアメリカ国務省に武漢研究所に関する警告伝達してたそうなんですね。まあ、いろいろな、どんな警告なのかよくわからないんですが、まあ、この話を見る限り、まあ、いわゆるその、管理レベルの危険さ、その、なんて言うでしょう。危険なウイルス扱うにはちょっと大丈夫かなっていうようなものとか、あとはそもそもやっている研究がちょっとまずそうな感じがしてくるし、なので、資金提供なり、あとは技術提供なり、まあそういうものに関しては一回見直すべきじゃないかっていうような警告を伝達していたっぽいんですね。はい。で、まあなんでそんなことになったかって言ったら、当初はですね、フランス側からの研究者も受け入れるっていう話だったのに、それがですね、徐々に拒否されるようになっていったんですね。もうそもそも武漢にすら入れさせてもらえないみたいな、そういう事態にもなってきたようです。はい。で、あとは、定期的に開くはずだった共同の委員会の会合っていうのも実施しないなどなど、もう明らかに研究所施設そのものであったりとか、研究過程、もう、まあ、もう本当まるっきり研究関連全部ですよね。が、中国の研究者によって占められていたと。要は乗っ取られているんだっていうことで、まあ、そういうことを思って、2015年に最初軽い警告があって、その後2017年ぐらいにも確か、これは大使館の方かな?確かあったかなっていうふうに思います。はい。で、もともとフランス政府としては国際的に開かれた透明性のある共同研究施設を想定して共同設計をしていたわけなんですね。で、実際に先ほど言いましたが、フランスのリヨンっていうところに P4 研究所あるんですが、その P4 ラボの技術をもうほぼそのまま使ったりとか、あとは、なんかそのシーリングって言ってわかりますかね、日本語で言うとパッキンって言ったりとかするかな、わかります？冷蔵庫のね、縁とかについてるゴムみたいなやつですね。ああいう系のもので、フランスのね、原子力潜水艦で使われているレベルの技術、まんま同じではないんですが、それと同レベルの、技術も使っているラボだそうなんですね。っていうことは、まあ、今振り返ってみると、今のその中国のね、軍事力の増強のことも考えていくと、もしかしたらちょっと使われてるかもねっていうふうに見えなくもないですよね。はい。っていうような感じで、本来だったら当初はフランスと中国が仲良く一緒に研究しましょうって話だったのに、なんかほぼほぼ中国に乗っ取られちゃってますというような感じになってたんですね。で、多分これ最後の、チャンスだったと思うんですが、2017年2月、オランド政権末期ですね。5月に政権変わりますからね。で、その時に、50人のフランス人研究者を5年間武漢に派遣しますよっていうことを発表したんですね。当時の保健大臣が確か発表したと思うんですが、で、年間1億3000万円ぐらいをどんどん出してって、まあ、なんで5年間で6億円以上ですね、を出費すると。で、目的としては、ま、現地でのその、いわゆるバイオセーフ、なんて言うのかな、衛生管理とか、そういう系の指導とか、まあ、そういうことをしていくっていう予定だったんですけれども、結局、もう多分拒否されただろうっていう話なんですが、派遣されることはなかったということなんですね。はい。まあ、なので、2015年に完成した直後から、徐々に締め出しを食らってって、2017年に多分これが最後の、まあ、最後通帳みたいな形で、こっちから、お手伝いのために派遣しますよっていうふうに申し出たけれども、いらないってなっちゃったわけなんですね。はい。っていうようなことがありましたよっていうことが、ま、現実としてあったということです。はい。で、現政権をね、になっているマクロン大統領はですね、我々が知らないことが明らかに起きているよというふうに去年の段階で語っていまして、まあ、これがね、何を意味しているのかはわかりませんが、多分何か知ってるかもしれないよねっていう話になるんですよね。はい。じゃあ、そもそも武漢作ったのって、研究所作ったのって、フランスがかなり加担していましたよと。なんで全然フランス声上げないんですかって言ったら、まあもちろん自分たちの技術使われちゃって盗まれちゃってみたいな感じになってるから、まあちょっと恥ずかしいではないですけど、まあそういうところもあるかもしれません。一つですね、今言われているのが、二つありまして、一つがおそらく最初の、大統領ですね、誰だったかな、その時。ですね、シラク大統領ですね。シラク大統領、サルコジ大統領がめちゃめちゃ推し進めたんですね。はい。で、あとはその時に一緒にいた首相とかもそれを推し進めていたので、そういう人たちがもしかしたらバックで、いやいやいや、いらんことしないでくれと言ってるかもしれません。シラクさんはね、もう亡くなってると思いますが、はい。っていうようなことがあるかもしれません。もう一つが、この、研究施設を作った人物っていうので、共同プロジェクトの代表にメリューさんっていう方がいらっしゃるんですね。この方はその共同プロジェクト代表について、で、完成してすぐに代表を辞めてるんですね。なんで辞めたのか正直わかんないです。
で、辞めた後3年後なんですが、中国で改革開放40周年式典というものがありまして、その時に中国改革友誼賞というものが贈られているんですね。で、それ世界で10人の外国人に渡していて、その10人のうちの1人がこのメリューさんという方なんですよ。日本だったら松下幸之助さんとあと誰だったっけな、名前忘れちゃったけど、総理大臣が一人、元総理大臣が一人ね、いただいてるかなってふうに思うんですが、まあそういうふうに、まあ特別な中国の発展に寄与した10人のうちの一人に、このメリューさんがいるんだよってことを考えると、なんかちょっと繋がってくるところないかなって感じしてきませんか？で、しかもこのメリューさんって一体どんな人だって言ったら、ワクチンをその大量製造する技術って言えばいいのかな、まあその工場で開発するっていうのを、まあ作った第一人者だそうですね。なのでワクチン関連で結構有名だということで、この人もともとフランスのリヨンっていうところが地元なんですが、その地元にはですね、P4 ラボがあるんですね。で、今回の武漢研究所の建設には、このリヨンにある P4 ラボの技術っていうのがかなり使われているということを考えていくと、なんかメリューさんどうなのかなって感じがしてくるんですよね。で、あとは多分ここに、その当時プッシュしていたと言われている医療機器とか製薬会社のところももしかしたら関わってきているかもしれませんが、まあ、考え出すとキリがないんですけれども、まあ、こんな感じでね、もしかしたら後ろでなんかうごめいている影があるかもねっていうような話ですね。はい。まあ、あくまでも陰謀論です。はい。で、じゃあですね、このデイリーコーラーの記事の中でデイビッドさんが、まあ、とりあえず言いたかったのは何かって言ったら、そもそも2015年に警告があったと。で、その時に、資金提供の再検討なり提唱すべきだったんじゃないかっていう、そういう話になってくるわけなんですね。はい。で、2015年、僕正直なんだこれって思っちゃったのが、そもそもね、危険を伴う研究、いわゆる機能獲得実験とかですよね。そういうものへの資金提供って2014年にオバマ政権停止しているはずなんですよね。で、その後2017年1月に再開していたわけなんですが、あれでなんで続いてるんだろうかみたいな感じになってくると、一応、この停止っていう風な命令出したのは一応国内向けだったようなんですね。はい。で、まあ例外も認められていたということで、まあその例外に含まれてた可能性もあるよねっていう話ですね。はい。じゃあ、2015年が一つ、チャンスがあったと止めるね。その次のチャンスいつだったかって言ったら、僕は思うには2017年1月以降なんですね。ここからはデイビッドさんの意見じゃなくて僕の意見がだいぶ入ってきますが、2017年1月に資金提供再開っていうのをされたよって話以前しましたよね。で、その時の条件っていうのは P3CO っていうところの審査を受けることだと。ただ、ここが審査をするためには、まず NIAID、ファウチが所長を務めているところが警告をしないことには、そもそも審査すらしないということなんですね。ここが、この研究はちょっと危険性伴うよね、というような判断をした場合に、初めて審査をするわけなんですが、そもそも、警告すらないという話にすると、もうスルーになって、まあ、比較的安全だろうとは言いませんが、まあそういうような研究みたいな取り扱いになってしまうっていうことがあるわけなんですね。はい。まあなので最終的に何に行き着くかっつったら、やっぱりファウチ怪しいよねっていう結論に行き着くかなというふうに思います。はい。っていうようなことがですね、今回のこのデイリーコーラーの記事から見て取れたかなというふうに個人的には思いました。はい。で、ちなみにすごく気になるんですが、日本ってどうなんでしょうね。なんか、お隣さんですし、かなり関わってんじゃねえかなって思っちゃうんですけど、皆さんどう思いますか？なんかそういうところももしかしたら日本もあってあんまり、報道されないっていうところもあるのかなって思ったりとかするので、ちょっとこの辺でも気になったりしています。はい。ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後はですね、最近のデブちゃんのお気に入りの寝床ですね。バルコニーに、ドテッと寝ています。はい。っていう、画像でお別れをしたいと思います。はい。ということで最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。